常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね、内容もし気に入ったら Thanks ボタンでご支援いただけると助かります。ちょっとね、しょんぼりニュースです。東部全州制圧、ロシアが宣言、最後の拠点陥落というニュースがね、これ時事通信入ってるんですけど、これロシア国防省の発表なんですけどね、ロシア軍がウクライナ東部ルハンシク州ね、でウクライナ側が支配していた最後の拠点リシチャンスクを陥落させ、同州全域を制圧したと宣言したショイグ国防大臣が全域の解放をプーチン大統領に報告したということで、この記事ね、こんなに続きます。ロシア軍は同州とドネツク州を含むドンバス地方全体を掌握しようとしており、今後の東部戦線はドネツク州での攻防が焦点となるということなんですが、これどうなのかということで、この記事にも書いてあるし、それから産経新聞にもあるんですけどね、この後ね、 ISW 戦争研究所のですねレポートね、これを引用してですね、ウクライナ軍部隊はですね、計画的な撤退を行ったというふうに見られて、ドネツクで決戦だみたいなね話が書いてあります。これね、この G 通信の記事でも続き書いてあるんですけど、産経新聞にもね、まさにそこにフォーカスした記事があるので、これちょっと読みますとね、リシチャンスク陥落、ウクライナ軍計画的に撤退かということで、アメリカシンクタンクの戦争研究所は2日、ウクライナ軍がリシチャンスク市から計画的に撤退したと見られ、ロシア軍が2日市を制圧したとの分析を発表した。市内でロシア軍の兵士が自由に歩き回る映像があり、ウクライナ軍はほぼ残っていないか全くいない状況だということです。なのでこれは計画的な撤退だったのではないかと、ウクライナ軍やられてないということです。これに関連してですね、実際ロシアのね軍事ブロガーも、ウクライナ軍のですね、割と強力な部隊がですね、無事に逃げおせたみたいなことを書いていると。これはフィリップス・オブライエン教授がですね、引用されてるんですけれども、非常に興味深いツイートがあるということで、ロシアの軍事ブロガーがですね、ウクライナ軍がですね、順調に撤退する能力についてですね、非常に気の利いたコメントをしているということで、引用ツイートしてるんですが、ジミーさんという人がね、引用したツイートなんですけれども、ウクライナ軍はリシチャンスクで教科書的なですね、多層防衛を実行しており、彼らもですね、多層防衛ができなくなったと判断した時に撤退し、戦闘能力を維持していると。ロシア人でさえそれを認めているということで、これはね、ドミトリさんというね、多分ウクライナ人のブロガーですかね。この人がロシア人のね、ロシア語の軍事ブロガーの記事をですね、英語に翻訳して、そういった内容のことも載せてるのを、引用してるのをさらに、オブライエン教授が孫引きしているということなので、いわゆる多層防衛をやってると。これの意味が何かということで、オブライエン教授が解説しているんですが、そのロシア軍というのはですね、正面攻撃ってね、攻撃の後正面攻撃っていくんですけど、その正面攻撃するたびにですね、補給された、まさにそのウクライナ軍がね、準備して待ち構えてる場所にその正面攻撃を何回も何回も行わなければいけないということなんですよね。これは先週ですね、国際政治チャンネルね出た時に、クルインフォルムのね平野さんが語っていたこととのちょっと一致するんですけれども、要はウクライナ軍は今ね、ロシア軍に攻め込まれたところをね、もう徹底的に削ってという作戦をやっていますと。つまりオブライエン教授の言ってることと同じですよ。正面攻撃ってくるんだけど、その正面攻撃の度にですね、ウクライナ軍が準備して待ち構えてて、ドーンとやって、また下がる。また出てくると、また準備されたね、補給されたっていう風に言ってますけどね、補給されたですね、部隊がですね、待ち構えていて、サプライドディフェンダーズというね、言い方してますけれども、ブライキョンじゃ。そのサプライドディフェンダーズによって、バーンやられて、また下がりっていうので、じわじわ来ているということでございます。なので、まあ、リシチャンスク手放すことにはなりましたし、あとね、本当はここで2週間ぐらい持ちこたえるつもりだったと思うんですけどね、ちょっとロシア軍の動きが早くてですね、手放すのが早かったんですが、想定外かというとですね、想定外ではなくですね、一応計画の中のね、いろんなリスクをこうアセスメントしている中の一つのですね、作戦であったということが言えます。私を監修してくれているね、軍事専門家によるとですね、とにかく大崩れはダメなんだそうです。戦争では大崩れせずにですね、計画的撤退ができているうちはですね、軍隊は大丈夫だということですので、今回の件もですね、リシチャンスク陥落ということでね、ロシアンフレンズがぬか喜びしてるんですけど、あんまりね、ちょっとそういう感じで見ない方がいいのかなというふうに思いました。あとこれに関連してですね、前に引用したですね、イリーヤ・ポノマレンコさんね、ウクライナのジャーナリストなんですけれども、この人がですね、結構詳しいまとめというかね、分かりやすいまとめをツイッターで上げられてたんで、これちょっと翻訳して皆さんにねお伝えしたいなと思うんですけど、エスカレーションに関してね、一部のプーチンファンは人々を怖がらせようとしてるけれども、現実にはですね、ロシア軍はすでにその軍事的な限界に達していると。ウクライナに対して可能な限りほとんど全ての戦力を投入しているというふうに言ってます。弾道ミサイルとか戦略爆撃機とか配備可能なほとんどの全ての通常兵器はすでに使用してるし、さらに戦闘能力のある人員もね、すべてもう投入済みですということです。さらにですね、ウクライナでのね、作戦の進捗はですね、非常に遅く、費用が、リソースがものすごいこうすり減らされていくので、人員がね、不足しているということです。空挺とか海軍の歩兵とかね、もう可能な限り投入してるんですけれども、2月のね、攻撃でひどくそこは消耗してですね、さらにドンバスでも70日も戦っていますと。セベロドネツクとリシチャンスクは確かに落ちたんですけれども、ただロシアがね、ウクライナでその軍隊のですね、もうほぼ 45% の莫大な投資をしてですね、なんとかね、損失
術を出しながら、これをね、達成したものなんですと。逆にウクライナはそれを見越してですね、削って削って削って、そして主力は逃げるみたいなことをやっていますということです。さらにですね、人員不足がやっぱすごく深刻なので、非常にですね、必要なね、一般動員に近いね、形ね、戦争だということは認めないんで、総動員はかけてないんですけれども、非常に必要なですね、一般動員をかけてると。さらにそれをね、占領下のドンバス地域でかけてると。ウクライナ人をウクライナ人と戦わすみたいなね、そういうことをやってると。さらに言うとね、ロシアではついにですね、秘密動員が始まったのではないかということも指摘をされているということなんですね。つまり人員不足でですね、手を返しながらね、戦争じゃないんだけど、退役軍人の皆さんと、退役して5年以内の皆さん、どうですか働きませんかみたいな、こういう必要な動員をかけてるっていうね、話はいろんなとこ出てるんですけど、これが続いていますということを指摘をされております。さらにですね、そういう状況のためにね、ロシア軍のね、ポノマレンコさん曰くですよ。彼らの進捗は非常に遅く、費用がかかり、苦痛を伴いますと。6月までに占領されたウクライナの領土は 0.3%、 6月でやったのは 0.3% の減しかないと。2020年のロシアの軍事力について、それがね、この現実こそがロシアのその今の軍事力について多くのことを皆さんに教えてくれるんじゃないですかというふうに言ってます。さらに言うとですね、今回のこの東部地域への集中というのは、南部でのですね、作戦をかなり犠牲にして行われているという指摘を、このね、ポノマレンコさんはね、されているということです。この点についてですね、実は私ね、今日ね、私をね、監修してくれているプロのね、軍事専門家に聞いたんですけれども、まずですね、このね、2週間リシチャンスクで止められなくて、これちょっと計算外だったんですが、ここで負けたことによって、負けたっていうかね、撤退したことによってですね、ウクライナにはいいこともありますよと言うんです。それは何かというとね、ウクライナ軍が本当にこれ敗走したみたいな形で西側が受け取ったとすると、まあいずれにしてもこれ撤退をしてるわけでね、ロシアがグイグイ来てるわけですから、これやべえんじゃねえかということで、西側が本気を出してですね、大砲とかね、多連装ロケットシステムみたいなものをね、バンバンまた補充で送ってくるのではないかと。ハイマースね、まだね、4機しか来てないですけど、あれだけ活躍してるんで、これガンガン来るとですね、もっとこれ大きな成果を出すのではないかと。いわゆる西側のね、応援してる国々がですね、火力を渡すペースを上げてくれると、これはですね、非常にいいことがある。まあここ結構ポイントなんですということです。実はですね、リシチャンスクっていうのはロシアにとってはね、政治的な意味が非常に大きい場所だったんですが、戦略的にはですね、別にそんなに大した意味はないということを言ってました、監修の中でね。それからね、今回のね、先ほどね、プロマネンコさんが指摘した通りですね、いわゆる南部地域の作戦をロシアは相当犠牲してるってところが結構ポイントでね、私を監修してくれてる軍事専門家曰くですね、東で食い止めて、やっぱりね、南で反攻作戦をしろと。これが非常に大事だと。これね、防衛研究所のね、高橋杉雄さんも同じことをおっしゃってて、多分彼が一番最初に言ったと思うんです。なんかこの間ツイッターで書いてましたけどね、最初に高橋さんが言ったのに、なんかさも他の人が言ったかのような感じで、なんか VTR 作られて侵害だみたいなことをおっしゃってましたけど、私もちゃんとね、見てました。高橋杉雄さんがこれ最初に言ってました。私を監修してくれてる軍事専門家の方も同じことを言ってたんですけど、高橋杉雄さんの方が多分先だったと思います。東で食い止めて南で反攻すると。重心はヘルソンに移した方が良いと。ウクライナ軍はヘルソンで、ロシアと変わらないぐらいの実は砲撃をしていてですね、ハイマースでですね、効果的な反攻作戦をね、まだ数少ないんですけど、やりつつあると。ヘルソンに迫ることができないと、東部からもですね、逆にね、押し出されてしまう可能性があると。ロシアをね、撹乱するためにもですね、ヘルソンにね、徹底的にですね、集中してですね、東部でね、ぐわーって今 45% もつぎ込んでますけど、この一部でもね、援軍に来させて、東部が乱れれば、これね、ウクライナ軍にチャンスがあるということでございます。ということで、東部はね、遅延しつつ、南部で、二軸で攻撃っていうのは基本なんですけども、これにね、リシチャンスク、陥落にちょっと焦った西側がですね、やべ、もっと早く送んなきゃ、みたいな感じでね、援助をね、スピードアップすると、さらに効果が出てくるのではないか、ということでございます。ということで、ロシアね、なんだかんだでですね、多くの犠牲を出しながら、なんとかですね、このね、東部をね、取ってね、政治的なメンツを保とうと、やったわけです。まさにね、いつも私が指摘している通り、ロシア軍というのはですね、極めてシビリアンコントロールの行き届いた軍隊ですので、その行き届いた軍隊というのはですね、結局、軍事的なね、価値よりも政治的な価値を重んじてしまうので、無茶な作戦に動員されて、犠牲を出しまくると。犠牲が出まくった結果ですね、ロシア国内ではね、なんかもうちょっとこう、もうこれ戦争なんじゃないのみたいな雰囲気で、割とですね、戦時動員に近いような形の動員が今かけられつつあるということです。さらにストックしてる武器もね、もう無限にあるんじゃねえかっていうぐらいね、もう古い武器持ってきて、第一次大戦のようなね、この塹壕戦やるわけですよ。ボコボコ大砲撃って、もう数キロ、場合によっては数百メートルしか進めないみたいな、こういう戦争をやってるんですけど、果たしてロシアがいつまで持つかね、この物流がいつまで持つか、車いつまで走れんだみたいなね、いろんな問題ですよ。燃料あっても部品がないのが今のロシアですからね。そういうところでですね、ここから年末にかけてですね、ちょっとこうね、激しい戦いになってくるかなと。6月にもと言われていたこのウクライナ軍の反撃はですね、この間ね、国際政治チャンネルで、中馬先生なんかも言ってましたけど、8月ぐらいにずれ込んでしまう可能性はあるかなということです。最終的にこれどうなるかということについてはですね、実はこの間ですね、岡部先生、篠田先生とね、ちょっと飲んでですね、夜いろんな話をお聞きしたことはですね、八重洲イブニングラボのメルマガで書きましたんで、ぜひよかったら皆さん、八重洲イブニングラボのね、無料会員で結構ですので、ご登録いただければね、大変ありがたいなというふうに思っております。ということで、リシチャンスク撤退だからといって、ウクライナ負けたわけじゃないんで、ロシアフレンズぬか喜びしてね、ギャーとか言ってますけれども、実はロシアにとっての政治的意味あるかもしれないけど、軍事的には別に、どうかな、みたいな、そんな
話だということをちょっと頭に入れつつね、ヘルソンの情勢にぜひ注目してください。ということで今日の内容面白かったらぜひですね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー。